5番、1軸 x 軸 ÷5x 軸に、左辺の位置を右辺に移行、一辺でやってしまうと、この右辺の 5x を左辺に移行、こうやって一度になるべくやることができます。そうすると左辺はマイナス x、そこへ、右辺のこの 5x がやってくるので、マイナス 5x。そしてイコール右辺はマイナス2があったところ、左辺から1が入ってくるのでマイナス1、1になりましたが、こんな方法でも OK です。左辺はマイナス x イコール x でマイナス 6x、 右辺はマイナス2イコール1だからマイナス3、両辺をこのマイナス6で割る。そうすると左辺は x、右辺はマイナス3をマイナス6であるからプラスになって、割り切れないんで6分の3、約分すると、これは1と2だから2分の1、つまり x イコール2分の1、分子の解です。